ました。お誕生日 MC してきました。ちょっと頑張ってきました。今日は。なんか坂誕生日が終わって帰ってる時なんかめっちゃ睡魔に襲われました。ねマジだぞ、ことだな、ここ見える？見せるもんじゃない。これハロウィン、ハロウィンメイク、あれリアルハロウィンメイク、ことだにやられました。そう、控えしてきましたそう、太郎抱っこしたらやられました。なんかな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 か唇までなんか侵食される傷。こんばんは。そう、緊張緊張。まあ、お疲れがたくさん。ありがとうございます。モンブラン美味しかった、めっちゃ。でもなんか多分今日ずっと食べてないからさ、なんか今日朝からそういうものしか食べてないなと思って、普通の食事してなくて。なんか朝ごはんはコンビニで買ったフルーツサンドを買ったんですね。コンビニでフルーツサンドを買ったので、フルーツサンド買ったので、それを食べて、でも朝食べて、それだけ買ったのです。でも食べて、なんか食べて、なんかそれを食べてから、なんかちょっとこれ今違うかもみたいな気持ちになったんですね。なんかこれ違うかもってなって、でフルーツサンド2個食べて、でなんかモンブランめっちゃ美味しかったんですけど、なんかこれ今じゃない方がめっちゃもっと美味しく食べれたなとか思って、普通の食事なんかお腹空いてる時に甘いものとかクリームとかだとちょっときついなと思いました。そう、パンがあったんだけどね、忘れてた、食べるの食べたな。忘れました。そう、でもめっちゃ美味しかった。なんかタルト生地が下にあってさ、美味しかったです。そう、モンブラン、なんか食わず嫌いしてたからさ、食べなくて今まで今ね、どういう体勢かっていうと、私はなんかめっちゃ裏側体操座りして、この足と足の間に三脚を挟んで、そう、なんか食わず嫌いっていうか、でも自分で食べようと思わなかったし、コンビニ行ってもね食べない。自信になってる画面が。
しかった。なんかの方は楽しかったです。でもなんか意外と緊張じゃなくて、なんか思ってたより緊張したけど、なんか思ってたより。ちょっと57分ぐらいだと教えてください。今何分だろう。今は52分です。思ったより緊張しなかったでも意外とね。シチュエーション、なんかそうなんです。なんか告白のシチュエーションがあって、まあご覧ください。ぜひニコ生、明日日曜日、でもなんかめっちゃ初対面、まあ、なんか全く関わったことないってわけでもなかったから、なんかその先輩方がそう、なんかケイさんも喋ったことなかったけど、この前社服も出たし、一緒に出たし、なんかそう、だからちょっとまだ私ここで寝てないから、清志さんとパジャダラもさあんま出るけど、なんか最近ってことでもないけど、まあ、出られたけど、あんまなんか一緒に出ることないからさ、そう出ることないから関わりがなくて、関わりなかったんけど、社服一緒に出て、もう終わらないとかな。あ、お腹が鳴った。今日色は何だろうかな。なんか最近食欲すごくて、昨日ぐらいから本当に本当に食欲がめっちゃやばい。すごい緊張。でもなんかあれってさ、めっちゃなんかさ、ゆうれさんみたいなのは多分真面目にさしないといけないと思うけど、なんか私ってなんかネタ枠の質問だったからさ、結構だからあんま気負いせずできたなんかね、なんか言っとけばいいから。でもなんかその秋まるまるあったんです。秋と、なんか秋といえばみたいな感じの、そうあったんですけど、なんかあの
ヒントのやつも見てたんですね。さあの司会だからなんか送っそのあれももらってたんですよ、そのヒントの例も。だからそれ見ても全然分かんなくて、考えたのけど分かんなくて。そうクイズがあって、でもなんかそうヒントが出たらちょっと難しくなったよね。なんかちょっと、あ、私上着持っていきなさいだけ分かったよ、あの昨日の夜考えて、あ、上着だと思って。じゃあランキングを見ます。13位ウッチーさんありがとうございます。12位リカさんありがとうございます。11位オトマちゃんさんありがとうございます。10位カベチョロさんありがとうございます。9位ゲントルさんありがとうございます。8位ちゃんとくさんありがとうございます。7位シンジーちゃんさんありがとうございます。6位博多の細麺さんありがとうございます。5位レッカのりょうさんありがとうございます。4位ダイさんありがとうございます。3位アシュラーさんありがとうございます。アシュラーのガッサンさん、ガスさんありがとうございます。2位ポンタロさんありがとうございます。1位アオイちゃんさんありがとうございます。さよなら、ありがとうございました。さよなら、さよなら、じゃあね。であと2分あるんだって。さよならさよならって言ってるのに切らないって。じゃあね、いい夢見てください。次は多分公演がありますので、水曜日のつぼみ公演がありますので、ちょっと私は今から夜ご飯食べてお風呂入ってね。明日どうしようかな。明日さ、朝も夜もいい、なんかできるときにしたいから、ちょっと朝は乗り気だったらします。多分夜は絶対、朝はなんか行けそうだったらします。それでも明日生写真撮影があるんで、生写真の撮影があるのでね、あれです、夜の方が化粧してるから多分夜の方が乗り気です多分夜は絶対で、朝はまあなんか時間に余裕があればって感じです。ちょっと思うままにて、起きて暇だったらしようかなって、まあ、暇な時間はねショールームしたりした方がいい。なんか覚えることが何もないから、そう覚えることが何も、あ、やばいやばい、シンポジウムもなくなっちゃ、あの解放されたので、からなんかからね、何もしないんでショールームでもしようかなって感じです。さよなら。 Now、 あ、終わった。